熊本県道45号阿蘇公園菊池線は、熊本県阿蘇市から菊池市に至る県道である。全線片側1車線で、この路線の内を置いた県道、熊本県道12号天ヶ瀬阿蘇線交点から菊池渓谷までの区間は、1998年11月20日まで、熊本県企業局が管理する一般有料道路菊池阿蘇道路として供用されていた。起点から 熊本県道339号北外林山、大津線交点である、阿蘇市、西湯の裏までの阿蘇外林山の尾根を通る区間は、北外林山を大津線と、同様、ミルクロードと呼ばれている。このミルクロード区間は、牧草地や草原の中を走る。北外林山大津線交点から終点までの区間は、菊池阿蘇スカイラインの名称がある。 阿蘇市の大観法や菊池市の菊池渓谷へのアクセス道路である。菊池渓谷付近は急カーブと坂道が連続するが、夏季や紅葉の季節などは多くの観光客で賑わう。また、重複区間終点の阿蘇市西湯の浦で大分県道、熊本県道12号天ヶ瀬阿蘇線に入ると、オートポリスサーキット方面へと向かうことができる。 熊本県道45号阿蘇公園菊池線、阿蘇外林山の稜線上は、遮るものがない見晴らしの良い広大な草原地帯が広がり、ゆったりとしたカーブとアップダウンが繰り返すワインディングである。沿線には牧場が数多く点在し、この草原地帯の中を道路が貫く。また、阿蘇の外林山の崖に突き出した。 標高936メートルの体感法があり、阿蘇御岳や樋口源を一望する展望スポットになっている。外輪山沿いの随所に展望スポットがあり、気象条件によっては、眼下の樋口源に発生した雲海を見ることもできる。菊池阿蘇道路に関するカテゴリー、ありがとうございます。